めぐっぺです。暑くなりましたね。汗もができました。はい、ということで2018年も後半戦に突入しました。そこで今回は夏の気になる英語教材をチェックしてきたので、そちらを紹介します。はい、今回は夏の気になる英語本の紹介です。でですね、毎回こう英語本をチェックしに行くときは、まあ、トイック本なのかそれ以外の本なのかっていうことで全体的に見るんですが、今回はこうトイックの本として新しく出てる本は特に見当たらなかったので、どちらかというと英語の会話の方の本をチェックしてきました。今回紹介するのは5冊です。まず1つ目はおしゃれ英語図鑑です。こちらは6月に発売された本ですが、ファッションに関する英語の本ということで、中身もイラストがいっぱいで雑誌みたいに楽しめる本になっています。感じとしては以前に紹介したローラの英語本に似ている感じがしました。ハッシュタグの英語も学べます。2つ目は最低限の単語力でも手っ取り早く英語が話せるという本です。こちらも6月に発売された本ですが、皆さんおなじみデイビッド・セインさんの本です。内容はこう日本人が英語をなかなか話せない理由としては、こう最初の喋り出しの表現をあんまり知らないからではないかということで、喋り出しの表現を紹介する本になっています。また本はパート1とパート2に分かれていて、パート1では具体的な英語表現で、パート2はより上級を目指すための勉強法について紹介されています。あとは赤シートが付属でついていて、切り取って暗記練習にも使えるようになっています。3つ目はいきなり英語スピーキングという本です。こちらは5月に発売された本です。内容は日本人が英語を話せない理由の説明から入って、まあ、その英語が話せない理由としては、とっさに話しかけられても返す練習をしていないということが原因じゃないかということで、イラストを見ながら英語を話す練習をするという反射訓練が主な内容になっています。でこれは私も何度かこう紹介してるんですが、まあ、瞬発力のトレーニングかなというところです。本を見た時にちょっと面白かったのが、このトレーニングに使うイラストがファミリーっていうことになってるんですが、その中の登場人物の一人の名前がメグでした。あとはこう普通日本語でトレーニングっていう時はトレーニングだと思うんですけど、この本はトレーニングっていうふうにあえて書いてあるところがちょっと自分的にはツボでした。4つ目は筋トレ英会話です。こちらは7月の日付になっていたんですが、最近出た本かなと思います。作者は筋トレ本でもおなじみのテストスタローンさんです。中身はテストスタローンさんといえばもう筋トレは外せないということで、筋トレ絡みの英語が主に紹介されています。またビジネス英語も同時に紹介されています。でもうイラストも筋トレ関連のものが多いので、こうちょっと見てて笑ってしまうんですけど、音声があると面白そうだなと思いながら見ていました。ダンディな声で読んでほしいなっていうのが個人的な希望です。5つ目は英会話受ける例文練習帳ということで、近藤雄二さんという放送作家の方とデイビッド・セインさんがコンビを組んで書いた本となっています。こちらは5月に発売された本ですね。内容としては、私たちが英語を勉強してきた間にこう学んだ例文が面白くなかったということで、面白い例文を使ったらもっと英語の勉強も楽しくなるんじゃないかという視点で作られたものになっています。そういったこともあって、他の英語本にはなかなかないような例文がたくさんありました。例えば、君の瞳に恋してるとか、明日になったら本気出すといったものもあって、面白いなと思って見ていました。今回はいくつかあったうちの5冊をチェックしたんですが、全体的に初級者から中級者ぐらいまでの内容の本が多いかなといった印象でした。やはり英語を勉強する上では最初の取っかかりが大事なのかなという気がします。
2020年には大学受験も4技能式に変わるということで、まあ、そうなった時に日本人の英語が話せない率がどのくらい変わってくるのかというところに興味があります。小中級向けの本でも意外とこう自分が普段話さない話題だったりするので読んでみると面白かったりはするんですが、今回はもうちょっとこう複雑な内容のやつも見たいかなということで、保留にしました。ということで今回は2018年夏の気になる英語教材を紹介しました。気になった方はぜひ本屋さんでチェックしてみてくださいね。めぐっぺでした。またね。